フッ化水素の輸出禁止よりも効果的。韓国に対する支払い信用上の発行停止が強烈な報復措置になる。ネット掲示板で韓国に対する新たな制裁の手段が話題になっていました。フッ化水素の輸出禁止よりも効果があるそうです。それが支払い信用上 LC の発行を停止することで、日本の銀行が今まで信用を肩代わりしてきたのをやめることで、韓国が物を買う場合には全手前払いしないといけなくなるそうです。すごく効果的だと思うんですけど、実行されるんでしょうか。引用、韓国制裁官邸決断か。23日に日韓外相会談、半導体原材料フッ化水素禁輸の声も。19分の1、父、16時56分配信。夕刊富士、日本政府が韓国への制裁発動に踏み切る可能性が出てきた。いわゆる原徴用宅見訴訟で異常判決を出した上、韓国駆逐艦による海上自衛隊哨戒機へのレーダー照射問題について、日本が謝罪しろなどと傍若無人の限りを尽くしているからだ。官邸は河野太郎外相と韓国の安司教は韓行は外相が23日に行う会談結果を踏まえ、28日召集の通常国会前までに対韓関係にけりをつけろと関係省庁に指し示しているという。自民党内では韓国経済を支える半導体製造に不可欠なフッ化水素など素材部品提供の禁輸を主張する声も強まっている。以下略引用、韓国の銀行には信用がない、フッ化水素の輸出禁止より効果がある制裁があるって言ってる人がいるんです。どんな制裁？支払い信用上 LC の発行をやめることです。韓国の輸出入銀行には信用がないので、日本が信用を肩代わりしてるそうです。ネット掲示板で話題になってたんですけど、日本がもしこの信用上の発行をやめれば、韓国は前払いでしか物を輸入できなくなるそうです。ドルが枯渇してるとも言われる韓国には致命傷だな。それでこの支払い信用上を中止されると困るので、代わりにフッ化水素の話に注目してるのではないかとこの人は言ってるんです。フッ化水素の金利はそこまで打撃ではないと。日本が信用上の発行をやめれば、フッ化水素の輸入も前払いでしかできなくなるからでは。単一の品目だけじゃなく全品目に影響が及ぶという意味で強烈な制裁というわけだ。フッ化水素だけなら輸入源を中国に変更するなりして何とか対応できそうだからな。フッ化水素の輸出禁止は法改正が必要ないので、今すぐできる制裁としては有効だと思うんですけど、支払い信用上の方がもっと効果がありそうですよね。支払い信用上により輸入者の韓国は前払いの必要がなくなる。支払い信用上についてざっくり調べてみた。ネット百科事典の説明だ。引用、信用上とは、貿易決済を円滑化するための手段として銀行が発行する支払い確約書。英語はレターオブクレジット L/G/LC と略す。引用、ということで LC というのは正式には L/G と表記し、レターオブクレジットの略であることが分かった。輸出入というのは遠隔地の相手とやり取りするのが通常だが、輸出者としては確実に支払いを受けられなければ商売にならない。そこで銀行が信用上を発行してやることにより、輸出者は輸出をした段階ですぐに資金を受け取ることが可能になる。輸入者のメリットは、輸入者は前払いの必要がなくなるのがメリットだ。この L/G に関しては輸入側の銀行が発行することになっているが、これを輸出側に送ることで当業が代金の支払いを行います、安心して輸出ができますという証明にしているわけだ。ちなみに輸出者が代金を受け取る源は輸出側の銀行で、その後輸出側の銀行が輸入側の銀行に請求し、その後に輸入側の銀行が輸入者に請求するという流れだ。輸入者は購入時でなく、商品が現地に届いた段階で支払いをすればいいことになる。後払い方式ってことだね。この輸入地銀行が韓国の輸出入銀行だと信用されないという話ですか。そういう話になる。
お察しの通り韓国輸出入銀行はみずほ銀行に数百億を支援してもらったりと経営が不安定で信用がない。他の銀行も同様だ。だから信用状を発行しても輸出側が受け付けてくれない場合があるんだろうね。そこで日本が輸入側の韓国の銀行として代理で信用状を発行し、それで輸出側は信用して韓国へと商品を送ることができると。ちなみにここでの輸出源は日本である場合が多く、当然その中に水素化も含まれるという話になる。特定の製品を制限するよりも輸出そのものを制限する方がより効果的というわけだね。簡単な図式にするとこうなる。引用。輸出側、日本企業。輸出側銀行、日本の銀行。輸入側銀行、日本の銀行。輸入側、韓国企業。引用。早くこの制裁を実行に移してもらいたいものだ。例のリストにも入れて最新版を作ろう。今日から更新日も入れることにした。引用。開きかっこ日本が韓国にすべき報復措置一覧と字かっこ。韓国を国際司法裁判所へ提訴。韓国を WTO へ提訴。韓国製品に対する関税の引き上げ。韓国の輸出入の保証金引き上げ。韓国の輸出入の支払い信用状発行をやめる。貿易保険の適用から韓国を外す。日本国内の韓国資産差し押さえ。フッ化水素など戦略物質の輸出制限。サムライ債の発行制限。スワップと漁業協定の永久凍結。ビザ免除措置の凍結。入国審査の厳格化。長峰安政駐韓日本大使を帰国させる。地方空港の韓国との直行便をなくす。米印1/25更新。引用。輸出入の保証金引き上げというのは、支払い信用状と同じでしょうか。仮に同じだとしても、保証金の引き上げから信用状の発行停止という2段階の制裁になる可能性があるから並べて表記してみた。あと、この支払い信用状の話は、ほとんどの韓国の人たちが知らないそうです。フッ化水素については話題になってましたよね。韓国が日本の戦略物質に依存しているという話は前から有名だったが、この支払い信用状の話は韓国は輸出入自体を日本に依存しているという話だからな。依存度のレベルが違うことになる。もしも日本がこの信用枠を撤廃すれば、輸入だけでなく外貨の調達にも支障をきたし格付けなどにも影響が出るそうだ。包括的な打撃を与えるには最も有効な制裁ということになるね。今すぐにとは言わないが、このことをちらつかせながら韓国に圧力をかけるのは悪い話ではない。ぜひともまた自民党の国防部会あたりで話に出してほしいと思う。